どうも、スガジンです。今回はですね、じゃん。そしてもう一本、じゃん。2月に値上げするデュアーズのホワイトラベルと12年、これを飲み比べてどちらがコスパ最強か自分なりに決めたいと思います。実は最近 X のポストを知ったんですよね。デュアーズやそのキーモルトであるアバフェルディ、これらバカルディのラインナップに加え、リアジオの主要ラインナップも2月に値上げするってこと。まあ、サントリーや日課のような大幅な値上げではないようです。ただですね、飲む本数が多い上飲酒の値上げは、ボディに効いてくるんですよね。これまたいたたたたたって感じなんですよ。どうもメーカーからの公式発表はないようなんですけれども、流通店舗の通達書類がリークされて明らかになってる感じですね。ということで、購入してまだ開栓していないデュアーズの12年をこのタイミングで飲んで、ホワイトラベルと比較した上でコスパの良い方を少しばかりストックしておこうかなというふうに思っての企画となります。その前に一つだけ小ネタを。皆さんはダブルエイジ製法ってご存知ですか？ダブルエイジ製法っていうのは、樽熟成させたモルトウイスキーとグレーンウイスキー、これをブレンド、まあこれが通常でいうブレンデッドウイスキーなわけなんですけども、そのブレンドしたブレンデッドウイスキーを再び樽の中で熟成させる製法のことを言います。デュアーズの創業者や従業員はこの製法を生み出し、手間暇かけてこの工程を続けて滑らかな味わいを出しているんですよね。これ私知らなかったんですよ、今回調べるまで。皆さんご存知でしたかね。はい、これではここまでにしてですね、では早速ストレートから飲んでみましょう。まずホワイトラベルの方を継がさせてもらいます。次にですね、12年、こちらはですね、開封します。準備ができました。まずは色合いから見ていきましょうかね。こんな感じ。まあやっぱり同じデュアーズの、まあ、年数表示が違うだけなんで、色はほぼ同じですね。やっぱりね、はい、もうすごい香りがここまでによってきますけども、まずはホワイトラベルの方の香りからちょっと嗅いでみたいいうふうに思います。なんかこう、フルーティーはフルーティーなのはわかるんですけど、そんななんかこう、アルコール感もなく、でもちょっと、少し奥の方に樽香もあるような感じはしますね。ちょっとそれと比べてみましょうかね。じゃあ、12年。なんかこっちの方がなんかスーッとする、甘みよりもなんかこうちょっとビターな感じがこちらの方は香りから感じるんです。いや、ちょっと香りはなんかホワイトラベルの方がいい感じはするんですけど、では早速ホワイトラベル飲んでいきたいと思います。はい、皆さん乾杯。やっぱりこう味わいはやっぱりフルーティーって感じで、まあちょっとやっぱりアルコール感はちょっときつめですが、まあ私が咳き込むほどではないんですけれども、
青りんご、そこまで強くは感じないですけど、まあなんかこうやっぱり蜂蜜っぽい甘さも感じるかなという感じはしますね。あーでもちょっと鼻からスーッと息を吐くと樽を感じますね。樽感がします。はい、では12年の方いきたいと思います。これ初飲みになります。ああ、なんかこっちの方が鼻から抜けるちょっとアルコール感が、こっちの方がきついような気がするんだよ。なんでだろう。通常年代物になるとなんかこうまろやかになるって言いますけど、なんかうん、あ、でもなんかこっちの方がバニラな感じしますよね。うん、甘い。あ、でも両方とも美味しいですね。でもなんかそんなに違いを感じない。なんかこちらが格別なんかこうまろやかになったとか、アルコール感がなくて本当にちょっと甘さが引き立ってるとかっていう感じをちょっと受けないですね、この差は。すいません、またどうってことないテイスティングで申し訳ないですけども、次ハイボールいかさせてもらいます。こちらはすいません、一杯ずつ作らさせてもらいます。はい、できました。デュアーズのホワイトラベルハイボールでいただきます。じゃあ皆さん乾杯。うまい。あ、これはやっぱりうまいですね。あのいつもこれ上品酒なんで飲んでるんですけど、今日なんかストレートで飲んだ後に飲むとちょっとなんか樽感感じますね。うん、うん、樽感じる。あ、今までそんなに樽を感じたことなかったんですけど、で、やっぱりフルーツですね。うん。それがすごく合う。うん。それが、その言葉がよく合うって感じ。ハイボールですね。うん。なんかこう、毎回お話してる、洋梨とか、なんかメロンとかっていう、そういうなんか特定のフルーツをちょっと感じないんですよね、なんとなく。うん、うん、でもやっぱりバランスがすごくいい、間違いない一杯ですね。では続いて12年の方もハイボールでいただきたいと思います。はい、お待たせしました。デュアーズ12年のハイボールです。ちょっとくどいようですけど、せっかくなんで乾杯。いただきます。味の違いは確かにわかるか。ちょっとなんかこっちの方が樽感がない感じがするし、なんかこうちょっとブドウっぽい、白ブドウみたいな、そんな感じがしますかね。
あ、本当に、うん、全然タルカンなくなっちゃった。なんか甘さはでも下手したらホワイトラベルの方があるような感じ。こっちちょっとすっきり系ですね、本当に。うん、美味しい。はい、じゃあまあ両方飲み比べてみましたけれども、こちらが大体私あのいつも1200円ぐらいで購入してて、こちら購入した時は2400円ぐらい、ちょうど倍だったんですよね。まあ今日はあのコスパっていうことなんで、ちょっとその表現をさせてもらいますけど、まあこの値段の差、倍の差、正直私には感じられなかったので、ホワイトラベルの方がコスパが高いというふうな判断を私はさせてもらおうかなと。ちょっとこちら遠ざけます。まあもちろんあの味の分かる人はですね、あのこちらの倍の味がするんでしょうけど、私にはちょっとすみません、買えませんでした。ということで全然参考になってないですよね、今日のダメダメなテイスティングでは。すいませんでした。では今回はここまで。今日も美味しいウイスキーを一緒に飲みましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後まで飲んじゃおう。